北朝鮮が再び弾道ミサイルの実験などを行うのではないかという見方がある中防衛省が新しい迎撃ミサイルシステムの開発を検討していることが分かりました現在弾道ミサイルに対する迎撃については大気圏外はイージス艦で上空十数キロは地上配備型のパック3で対応する二段構えをとっていますししかし北朝鮮が 変則的な軌道を描くミサイルを開発している場合現在の体制では対応が難しいとみられていますそのためすでに陸上自衛隊にある中距離地対空誘導弾を改良して変速軌道に対応する迎撃ミサイルの開発を検討しているということですアメリカから輸入する地上配備型のイージスアショアの配備が予定地の反発で見通せない中政府は 日本製の迎撃ミサイルの開発で防空体制を強化したい考えです。